ございます。火曜日の朝です。今日も冬らしいすっきりとした朝ですね。これから太陽が昇ってくるんだろうなっていうことが期待できます。今日もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。体を床に預けてください。今の体はどんな感じですか？今朝の体と床の感じはどうでしょう？そして呼吸、意識しないでも呼吸は起きているわけですけれども、今日はどんな呼吸でしょうか？頭を左右に傾けてください。滑らかにスムーズに転がる範囲ですね。呼吸に、呼吸が邪魔されないような動きで今日の頭の転がりを観察してください。では楽なところでその動きをやめてください。両膝を立てて右膝を右手で持ってください。そして左手は頭上の床に、手のひらを、まあ楽に置いてください。手のひらは天井の方が楽じゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう。でこの時にこの手で膝を持つのがすごく辛いっていう方はですね、例えばタオルとかでこういうふうにして持っていただいても構いません。できるだけご自分にとって楽なやり方を探してください。ゆっくり右膝を右側の床に傾けたり戻ったりという動きをしてください。この時に楽にできるだけ力を使わないできる範囲ですね。このお尻の丸さや背中の感じを観察しながら、でも息は止めないでくださいね。体の調子がいい時はこの膝を傾ける時に他のところが勝手にその動いてくれるんですけれども、まあ、疲れていたりとかすごく緊張がある時っていうのはなかなか他のところが動き出してくれないんですね。ですけど焦らず慌てず楽にできる範囲でやってください。小さい動きでいいです。ただ呼吸や力ができるだけ頑張らない動きでやってください。右に傾いて、右膝が右に傾いていくときにはこの右膝の重みで、まあ、重力ですかね、自然に傾いていくと思うんですけれども、戻ってくるとき、これはちょっと重さに反して戻ってくることになるので、ここで頑張るという気持ちが芽生えないようにするためにはどうすればいいでしょうか？この辺だと頑張らなくてもいい、この辺だと頑張らなくてもいいっていうのをちょっとずつ探っていただくのも一つの手だと思いますね。あとはどこから戻せば力ができ、
要ないかなというふうに探ってみてもいいのではないでしょうか。膝の動きですけれども、もちろん骨盤は動いていますよね。骨盤を戻す。腰の痛い方は腰をぐっとひねることによって戻そうとする癖があるかもしれません。そういう方は腰をできるだけ使わないでやろうとしてみてください。頭はかなり重いので、頭は先に転がり始めるとかなり体は連れてこられるのではないでしょうか。痛みや力みからはできるだけ逃げるように、逃げるっていうのはそこを避けてください。この痛みが出るところでは、例えば膝の角度とか他のところ、痛みが出てないところを動かしてあげる。足の裏とかお尻とか肩とか頭とかで、できるだけ滑らかにスムーズにできる範囲でやってください。で、徐々に徐々にですね、この膝の動きを左の方に向かっていきます。左に向かっていって戻ります。右へ行ったり左へ行ったりですね。右へ行くのと左へ行くのとはちょっと勝手が違いますね。この左手の肩が少しブロックしている感じになるかもしれません。この右へ行くのと左へ行くのとの違い、こっちへ行くのはどうやったら楽になるのかなとか考えるわけですね。で、この左の肩が邪魔だと思ったら、頭が肩を乗り越えていったらどうでしょう。乗り越えるといってもそんな大きな決断がいるわけではなくて、この左の膝を少し遠くの、左側の遠くの床を目指していって、頭が左の二の腕を乗り越えていきます。帰ってくるときは結構重い足を持ってこなきゃいけないので、体と全身でこの動きをリードしてください。では上体、全身を床に預けてください。体の右側と左側を比べてください。両膝を立てて、左膝を左手で持って、右手は頭上の床に置いてください。左膝を左に傾けたり戻って、お尻の丸さをちょっとイメージしながら、足の裏はどうですか。足の裏が、外側が持ち上がったり内側が持ち上がったり、肩甲骨は右側持ち上がったり左側薄く持ち上がったり、頭も転がっていますか。心地よく楽に転がってください。この時に足首がこういう体勢をとるとぐっと自然と力を入れてしまう
という癖がある方がいらっしゃいますけれども、あ、力が入ってるなと気づいた、足首の力をだらんと抜いてやってみてください。どこかに力が入っているというふうに気づいたら、そこに力を入れるのをやめてください。で、慣れてきたら左へ転がったり右へ転がったり、楽に体を丸く柔らかく使ってください。そして徐々に徐々に右足は伸ばしていってください。そうすると右の足の裏で押すということができなくなりますね。なので他のところを動かして全身の関節を総動員して右へ転がったり左へ転がったり、右へ行くときには頭は左の二の腕を越えて膝はできるだけ遠くの床を目指します。この時に左の股関節柔らかく力を抜いておいてください。わできるだけどこか一箇所の筋肉が使われることのないように、全身の関節が同時に動いていってください。心地よく心地よく、では動きをやめて体を床に預けてください。体の床との関係はどうでしょう。頭を左右に傾けてください。では楽なところですね、動きをやめてください。そしてゆっくりと起き上がってください。火曜日の朝どうでしたでしょうか。最初はなんていうんですかね、ゴロゴロというよりもなんかガツンガツンっていう、なんかこう角張った感じの動きになるかもしれないですけれども、小さい動きで滑らかな範囲で動いていくと、少しずつその滑らかな範囲が増えていくと思います。ですから大きく動くのに力がいるなと思ったら、ずっとその小さい心地よい動きを続けていただければいいと思います。はい、今日も元気に明るく一日頑張りましょう。ではいってらっしゃい。